JAXA。 こんにちは、ナビゲーターの福田由香です。遥か上空で地球の周りを回り続ける国際宇宙ステーションでは、今この瞬間も宇宙飛行士の皆さんが活動をしています。そんな皆さんの楽しみはといえば、そう、食事の時間です。今海外で日本食がブームになっていますが、宇宙でも宇宙日本食がすごい進化を遂げているんです。そこで今回は、その宇宙日本食を使って家庭で手軽にできるレシピに挑戦します。果たしてどんな料理ができるのか、お楽しみに。今回は皆さんご存知、楽天レシピさんにご協力いただき、人気のレシピを公開している有名ユーザーさん3人に宇宙日本食を使ったレシピを考案していただきました。プーさん、メロンパンママさん、石倉香織さんの3人です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。かつて宇宙食といえば、チューブやトレイに入ったペースト状のものが多く、まるで赤ちゃんが食べる離乳食のようだと宇宙飛行士の間で評判はよくありませんでした。しかし今や味、食感、そしてメニューの種類と、宇宙食は劇的に進化を遂げています。日本をはじめ、アメリカ、ロシア、カナダ、そして欧州宇宙機関 ESA が協力して運用している国際宇宙ステーション、ここには各国の宇宙飛行士が長期滞在しています。国際宇宙ステーションで出される食事は、基本的に NASA とロシアの宇宙食が中心。メニューはある程度豊富に揃っていますが、それでも2週間ほどでローテーションが尽きてしまうとか。食事タイムは宇宙飛行士にとって栄養補給とともに気分をリフレッシュする楽しいひととき。そのため国際宇宙ステーションに参加している国々は、それぞれの宇宙食も用意しています。その中で日本で開発され、 JAXA が認証基準の制定と認証作業を行っているのが宇宙日本食です。宇宙日本食に選ばれるには、厳しい衛生基準に加えて、常温で1年半の賞味期限という条件にパスしなければなりません。無重力の宇宙空間で食べやすいことも大切。そのため飛び散らないよう粘りを持たせたり、形を工夫したりしています。そして何より大切なのは美味しさ。日本人に馴染み深い家庭の味が求められます。2007年に最初の宇宙日本食が認証されて以降、その数は増え続けています。例えば日本人の主食として欠かせないご飯、宇宙でお祝い事をするときはお赤飯が出ることも。今や日本が世界に誇るラーメンだってあります。ただし微小重力の空間で汁が飛び散らないよう、とろみのついたスープを一口サイズの麺にまぶすのが宇宙流です。外国人宇宙飛行士にも人気のカレーは、宇宙での味覚の変化に応えてよりスパイシーに。宇宙空間では宇宙飛行士の骨密度が減少してしまうため、カルシウムを多めに加えてあるのも特徴の一つです。さらにサバ缶も、福井県の高校生の皆さんが開発したこの宇宙日本食のサバ缶、美味しさは抜群。とろみを強くして飛び散らない工夫も忘れません。さあ、いよいよ楽天レシピで人気のレシピを公開している有名ユーザーさんが考えた宇宙日本食を使ったレシピをご紹介します。ユーザーさんには、国際宇宙ステーションと近い条件でレシピを考えてもらいました。使える食材は宇宙日本食と、日本からコウノトリによって運ばれたことのある国産生鮮食品に限ります。熱湯と水も使えることとします。ただし調味料は米国持ち込みのものを使っても OK。 ただ国際宇宙ステーションでは80度まで熱することができるフードウォーマーしか使えません。今回はホットプレートで同じ条件を再現します。微小重力の環境でも食べやすい、飛び散らないなどの工夫があればプラス評価となります。レシピの審査は、原価ビストロ番の総料理長重松大輝さんと、 J
JAXA の職員の山口健介さんにお願いします。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速レシピを紹介していきましょう。まずはプーさんの宇宙日本食で作る香ばし混ぜご飯です。よろしくお願いします。香ばし混ぜご飯で宇宙ですか、はい、どんなイメージなんでしょう。いろいろな材料を混ぜることでこう粒々感が出ますので、宇宙の空をイメージできればいいかなと思いました。では材料のご紹介です。こちらで2人分です。宇宙食の白ご飯1袋、サンマかば焼き缶1缶、柿の種1袋、玉ねぎ1/8個、パプリカ1個、胡椒少々、味付け海苔1袋です。では早速作っていただきます、はい、よろしくお願いします。それでは、はい、まずは開けます。宇宙食の白ご飯ですね、はい、この中に、はい、じゃお湯を入れていきますね。量はどのぐらいでいくんですか。ここに内側に線が書いてあるんですけれども、それよりも気持ち1センチぐらい上に、はい、お湯を多めなんですね。多めに入れます。多めにする理由は、今回は宇宙でいただくということなので、はい、しっとりめに仕上げたいので、はい、柔らかくしっとりに仕上げるためにお湯を多めに入れてます。なるほど。じゃあご飯を待っている間、次は何をしましょうか。お野菜を切ります。はい、お願いします。はい、まずは玉ねぎを切ります。はい、玉ねぎ1/8個ですね。はい、繊維と直角に切ります。はい、宇宙空間では、みじん切りが難しいというふうに伺いまして。そうですね、飛んじゃいますもんね。それでスライスでしたら何とかできるというアドバイスをいただきまして、それでしたらもう1/8にしてしまって、直角に切ってしまえば何とか。はい、次パプリカ、はい、パプリカですね。パプリカはもう飾り用なので、はい、いいですね。こうお花みたいな形でやっぱ可愛いですよね。ちょっとあると違いますよね。さあ続いては何をしましょう。はい、次は柿の種を綿棒で細かく砕いていきます。砕いて使うんですね。はい、なるほど。ご飯と混ぜるために細かくします。下に布巾を敷くんですね。はい、あんまり粉々になると今度食感がなくなってしまうので。はい、はい、なるほど。もしかしてこれが星になるわけですか。そうです。なるほど。散りばめます、宇宙空間に。はい、あんまり細かくすると今度は馴染みすぎちゃうので、歯触りを、食感を良くするためにこれぐらいで大丈夫です。ピーナッツも入ったままいくんですね。いきます。はい、では温めておいたご飯をまず、ご飯が先に入りますね。入ります。あ、見せてもらってもいいですか。あ、もうしっかりふっくら炊き上がってますね。はい、じゃあまずご飯からですね。はい、ご飯入れます。缶のまま水にかけて温めておいたサンマです。なるほど、缶のままだと楽ですね。はい、はい、汁ごと入れます。はい、で最初はこうお魚を潰すように混ぜるんですけれども、だいたい形が、今回はちょっと宇宙でいただくということが大事なので、はい、潰してます。潰すことでどんな効果がありますか。スプーンなどですくったときに、はい、ご飯の粒が飛び散らないように。なるほど、ました。しっかりくっつくように。はい、なるほど。星をイメージした柿の種が半分入りました。はい、で胡椒も入れました。はい、これでもう完成です。さあプーさんの宇宙日本食で作る香ばし混ぜご飯完成しました。では早速審査員のお二人に食べていただきます。よろしくお願いします。まず重松さん、一口すくっていかがでしょうか。ご飯もすごくしっとり仕上がっていて、サンマの旨味 と生で加えた玉ねぎの食感と、あとやっぱり砕いて入れた柿の種が、こう炊き込みご飯じゃないのに、こうお釜で炊いたおこげを混ぜ込んだような、すごいカリカリとした食感がすごく美味しいです。なるほど、おこげの食感ですか。で続いて山口さんもお願いします。はい、
こう彩りと食感っていうのはあの宇宙食ってもう数百種類あるんですけど、まあ、その中でもなかなかないユニークな特徴になってまして、まあ、それがすごく光ってるレシピ。では続いてのお料理参りましょう。メロンパンママさんの宇宙日本食、和菓子フルーツ大福みかん&マスカット、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなところがポイントなんでしょう。はい、宇宙日本食の切り餅と羊羹を使ってものすごく超簡単に和菓子を作っていきたいと思います。では材料のご紹介です。2人分の材料です。羊羹1つ包み、水 60ml、 切り餅2個、みかん1/2個、マスカット2粒、グラニュー糖 15g、 片栗粉大さじ3ほどです。まずは何からいきましょうか。はい、まずこの宇宙日本食羊羹の袋を開きます。手のままグッグッと、はい、もうあのふにょふにょになるまで潰しちゃって OK です。粘りがあるのでもうこのままあんとして使うことができます。あー、なるほど。これの半分をまず出しまして、はい、みかんの底の部分に、半分にしたみかんですね、はい、くっつけちゃいます。お、もうこれで大丈夫でございます。マスカット、マスカット、もう種もないので皮ごと食べられることができますので、このまま、この周りにギュッとつけて、はい、はい、切り餅はできるだけ薄くスライスします。薄めがポイントなんですね。はい、薄めがポイントです。これ薄くすることでどんな効果があるんですか。混ぜやすくなります。加熱した時に柔らかくなってくれますので、その時間短縮です。あー、なるほど、時短のために薄くするんですね。はい、ではお餅を入れまして、水 60ml、 蒸発も考えて少し多めです。はい、ではグラニュー糖を入れましたら、はい、弱にします。弱めの温度にします。柔らかくなってきましたね。そうですね、柔らかくなりましたね。伸びますね。伸びますね。こちらに、ちなみに打ち粉って宇宙で飛んじゃったりしませんか。そうですね、宇宙の環境だと飛んでいってしまうので、袋の中でやっていただいたら。なるほど、袋の中に打ち粉を入れて、その中に大福の生地ですね。はい、なるほど。ステッパーで、はい、まず真っ二つにします。ごめんなさい、これ包む時のコツとかはあるんですか。はい、中央を少し厚めにして、うんうん、でそこのところに、こちらが上になりますので、はい、みかんの上のところを下にやります。で、伸ばしながら、みかんがお餅側で、羊羹が外側ですね。はい、そこ側になります。早い、はい、もう3つできちゃいました。できちゃいました。メロンパンママさんの宇宙日本食、和菓子フルーツ大福完成しました。羊羹をあんに使って、もう超簡単に、できるだけ簡単にということで、でも美味しいです。本当に早くできましたけど、果たして味はどうなのか、審査員のお二人に試食していただきましょう。羊羹の甘みをフルーツのすっきりとした酸がこうなんかこう優しく味わわせてくれるのと、あとやっぱりお餅に砂糖が入っているので皮もそのまま柔らかいまま食べれますし、グラニュー糖にしたっていうところでフルーツとの酸、あ、フルーツとの相性がものすごく良くて、もう洋菓子寄りの和食みたいな素晴らしいスイーツだと思います。洋菓子寄りの和食、素晴らしい出ましたが、いかがですか。ありがとうございます、とっても嬉しいです。では続いて山口さん、お願いします。はい、いただきます。すごいジューシーですね。あの宇宙日本食 の、はい、あのデザートとかお菓子っていうと、まあ、ここで使っていただいた羊羹もあるんですけど、他に、ピーチ味のゼリーだとか、あとかあのミントキャンディーですとかガムなんていうのもあるんですけれど、まあ、ここまで本格的にスイーツができるっていうのはすごい驚きです。続いては石倉香織さんの味噌カレードリアのパプリカ詰めです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞いただけでも美味しそうな名前ですが、ポイントはどこでしょうか。
ポイントはですね、一つで主食、野菜、肉、魚と、バランスよく摂ることができて一食完結できるメニューということで考えてみました。では材料のご紹介です。4人前の材料になります。宇宙日本食のビーフカレーが1袋、宇宙食の白ご飯1袋、サバ味噌缶1缶、パプリカは黄色と赤が1つずつです。中にちゃんとあの注入の線がありますので、そこまでお湯を入れていきます。分量通りですね。はい、分量通りになります。はい、今お湯が入りました。はい、でこれは閉じまして15分待ちます。続きまして、はい、こちらのサバ味噌缶と、スペースカレーですね、かっこいい、うん、こちらの方を使って混ぜていきたいと思います。サバの味噌煮をカレーに入れちゃうんですね。コクがプラスされるのと、あと、まあ、より深い感じの味わいに変わりますので、今回こちら2つ使って調理していきます。すごく香りがいいですね。はい、すごくいい香りがして、ここにこのサバ味噌を入れます。どのぐらいいきましょう。あ、全部入れます。一缶全部いっちゃいますね。はい、あ、でも味噌の香りとカレーの香り結構合いますね。合います。すごく美味しいと思います。意外ですけど馴染んでますね。馴染みますね。続いては何をしましょう。はい、パプリカを切っていきます。はい、こちらは4等分に切る感じで、はい、まあ、まず半分に切っていただいて、うん、であと半分にさらに切ります。はい、結構厚みのある感じで。そうですね、あのこの中にご飯とカレー、はい、この混ぜたのを詰めていくので、ちょっと深さがあった方がいいので、この2センチぐらいの幅になっています。器にするわけですね。そうですね、はい、で種と、あと茎の部分はちょっと取っていきます。さあ、ご飯ができましたが、はい、次はどんな作業を。次はですね、はい、もう早速ホットプレートにこのパプリカを並べていきます。色がいいですね。いいですね、綺麗なんで。あの低温で加熱することですごくパプリカの香りと甘みが増します。はい、むしろ低温で加熱することがプラスになるということですね。そうですね、みずみずしいままで召し上がっていただけると思います。なるほど。ご飯の方を詰めていきたいと思います。見た目にも可愛いですね、やっぱり。そうですね、あのパプリカのこの可愛らしい形が出されるかなと思います。しっかり押さえて焼く方が、はい、あのこれはあの持って食べていただくような形にしたいので、はいはい、一緒にギュギュッと詰めていきます。はい、こうやって全部しっかり詰めたら、はい、次はこの混ぜたカレーとサバのルーを乗せていきます。いよいよカレーが乗っかりますね。乗っかります。うん、見た目にも美味しそうですね。はい、このように全部乗ったら、あとは蓋をして20分待つだけです。石倉香織さんの宇宙日本食味噌カレードリアのパプリカ詰め完成しました。では重松さん、試食お願いします。はい、それではいただきます。うん、いい音ですね。いかがでしょうか。はい、このカレーに加えたサバが水煮ではなくて味噌煮を使っているというところで、こう熟成感にも似たコクが格段にアップしていることと、あと低温で調理したパプリカの甘みが最大限に引き出されててとても美味しいです。ありがとうございます。では続いて山口さん、お願いします。はい、いただきます。シャキシャキ聞こえてきますね。いかがですか。うん、美味しいですね。あの宇宙食ってあのどんどんあの味は向上してるんですけれども、食べ方ですね、その
例えば長い家のスプーンでこうレトルトの袋から直接食べるみたいな、まあ、割とそういうレベルのものが多いんですけど、これあの片手でさっくり気軽に食べられるので、まあ、そういった楽しさも含めてすごい大きなポイントだなというふうに思います。さあ3つの宇宙日本食、どれも個性的で本当に素敵でしたけども、重松さんいかがだったでしょうか。はい、今回はとても使い慣れてない宇宙食という限られた食材を使って、これだけ美味しいアレンジされた料理を食べれてとても勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ山口さんはいかがでしたか。はい、国際宇宙ステーションっていうのはちょっとコンビニ行って買ってくるみたいなことはできないので、基本的には輸送されたものしか食べられないんですよね。まあ、そんな中で食の楽しみの一つにやっぱりバラエティっていうのは大きな要素になってきます。まあ、そんなとこなんですけれども、印象される宇宙食を増やしていくっていうのは手間と時間がすごくかかりますので、なかなか増やすことはできないという中で、まあ、今日のようなアレンジレシピというのは、バラエティを無限に広げる可能性があるかなと思ってます。いい工夫がたくさんあって楽しめました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 JAXA とともに日本の各社が開発を進める宇宙日本食、味も本当に地上で食べるものとほとんど変わらないですし、栄養面も含めどんどん進化していることに驚かされました。皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。宇宙空間で食卓を囲みながら美味しい食事を楽しむ、そんな時代が間もなくやってくるかもしれませんね。